生または調理した野菜、またマレ肉なもや、ひよこ豆子の揚げ衣から作る。西洋の料理で最も近いものは、ディップ、またはオンサラダである。調味料とされることもあるが、食塩、胡椒、マスタード、ホースラディッシュ等の料理をよりスパイシーにする西洋の伝統的な調味料とは違い、大多は、カレーやケバブ等のアジア料理に対して冷やす効果を持つ。 ベジタリアン用のインド料理では、フラットブレッドを、ライタ、チャツネ、ピクルスと共に食べることがある。ヨーグルトは、コリアンダー、ローストした、クミンシード、ミント、海塩ペッパー、チャートマサラ、その他のハーブやスパイスで味付けされる。ライタという言葉は、ヒンディー語に由来し、19世紀頃に、初めて書物に現れた。 ヒンディー語やウルデュー語のライタという言葉は、サンスクリット語で、黒柄子という意味のラジカと、刺激があるという意味のティクタカに起源を持つ。南インド、特に、ケーララ州やタミルナード州では、伝統的なライタは、パチャディと呼ばれる。また、その主な材料から、単にダヒと呼ばれることもある。クミンと黒柄子を揚げ、これをみじん切りにした生の野菜や果物及び、ヨーグルトと混ぜる。 味付けに生の生姜とニンニクのペースト、青唐辛子のペーストを用い、辛子のペーストを加えることもある。インド北部では小さく揚げたひよこ豆粉を入れ、塩味、またはスパイシーな味付けをして冷やしたボーンジレイサを作る。ライタはインドやパキスタンのスパイシーな料理を食べた口を冷やす効果がある。インド南部のライタのことはパチャディと呼ぶ。ライタは野菜、豆、 果物の主な三つの材料から作ることができる。これらをヨーグルトと混ぜ、様々な味付けをすることによって、様々な種類のライターになる。ありがとうございます。